仁さん。ご苦労様。疲れたでしょう。ここは私が代わりますから、休んできてください。いえ、僕は大丈夫です。それより、主任の診断の結果、どうでした？ここの医療スタッフでも、倒れた原因はわからないそうです。過労か何かだろう、とのことでしたが。主任、ホテルでも一度倒れているんですよ。ここのところ忙しかったみたいだから、そのせいなのかな。そうですか。